避ける、避ける、ここ、ここ、避けて、あーやばい。楽しいけど、やばい、やばい、三角、三角、避けるな。はい、イケモンです。さあ、ゴースト・オブ・ツシマ続きをね、やっていきましょう。はい、シムシムと一緒に新しい地へ行くとこだね。はい。もう行っていいのかな？行っていいの？目指すは豊玉だ。はい。うん。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。橋は行けない。行くぞ。おじ上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがある？あ、これか。橋が燃えてるんだね。ああ、ハンとは何者？どのような男です。一言で申せば。切れ者の獣、うん、誇りなどみじんも持っておらん。言葉を学び、叔父上を生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。うん、時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え、腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。うん、ああ、義を知る女だよ。卑しい身なれど、義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。うん、厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします、ユナも。うん、かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。うん、お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。殿下の鎧。私には時期尚早かと。あ、間違っちゃった。喜ぶぞ。間違っちゃった。あるあるよ、もう。うん、でもさ、ハンはさ、頭いいよね。なんかだって龍蔵の足元とか見てるもんね。ちゃんとこのご飯に困ってるっていうの分かった上でさ、そのカンガサ衆捕まえた時もご飯食べさせてさ、あれ、なんかモンコも悪くないなみたいな、モンコたちもなんか優しくないみたいな、なんかうまいもんね。この匂い、燃える木とムクロ、戦いかな。装備は大丈夫かな、私。はい、装備をね、一応整えとこう。弓仕様の。サラの村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。めちゃくちゃ弓仕様の装備にしてた。猛火どもがいます。行くの？行くの、シムシム。うわあ、かわいそうに。あ、やるんだ。うわ、ちょっと待って、まず弓からね。弓いない？これ弓？弓じゃん。今なんでだから360度ターンしたし。他弓ないかな。もう弓がね、めんどくさいんだよね。あ、まただ。なんでだろう。もうとっくに使ってるのにさ。うん、はいはい。でもあれかもしれないね。よいしょ。ごめん、くしゃみが。ごめんね。このさ、今まで使ってるんだけどさ、この敵でさ、こう教えてくれる前に私がさ、あの切り替えちゃってたからかな。死なないね。結構やっぱ敵も強くなってきてる。あ、闇討ちって出た今。やけ、や、闇討ち。敵で見た兵、ハンの精鋭だ。北を攻めておったはず。はい。待って、物資いろいろと取りたい。あれ、敵から、
あれもうね、どこで敵倒したか分かんなくなっちゃう。倒してつどつど取っていかないと分かんなくなっちゃう。あー、いたいたいた。戻れって怒られた。ちょかけろ、かけ。はい、かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。あ、島中のかがり火台をすべて行くの、行くのか。伊藤取りで、あ、弓兵だね。今2連射しなかった？気のせい。え、あ、早い早い早いのか。なるほど。うわ、待って、先に弓をやっとかないとめんどくさい。これは、あー、弓あそこか。3人もいるじゃん。よいしょ。いやー、めんどくさい、弓に。よいしょ。あー、めんどくさい、弓がめんどくさいよ。こらこらこら、よいしょ。あ、待って、武士、待って、おじ上、待って、強いな。わあ、しぶしぶ敵かと思ったよ一瞬。よいしょ。しむしむが中で戦ってる。大丈夫かな。あ、退場だったんだ。っていうか、そこのトラップを使う暇もなかった。ここのこれこれこれ。おおおお、あ、ちょっとトラップ使おう。トラップ、ああ、いけた。これは手始め。あ、はい、じゃあちょっとブシ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 。ハサミ打つ気か。クナイください。クナイとか役に立ちそうなもの何もくれないじゃん。持ってないし、え、あんまりなんかいいのくれなくないみたいな。鉄ハオも持ってないしみたいな。あ、くらい、や、1個くれた。あれ、どこ行った、シムシム。あれ、勝手に行っちゃったかな。勝手に行ってもいいけど、なんかダウンみたいのしないでほしいよね。逆手に取ってやろう。弓を構えて。あ、弓？おお、ユナ！かっこいい。あ、普通のだ。普通の弓にしちゃってる。ちょっと防具が。よいしょ。もう物資はここで取るしかない。あー、来ない。待って、物資が出現するの待ってたら来ない。あ、盾が間違ったわ。あれ、でもさ、この時はさ、構え肩、これ間違ってるんだけど出ないよね。こっちだよね、肩。うん、なんでだろう、見えない。おっと、なんかあれかな。よいしょ。はい、今まではさ、その初めてチュートリアルでこの敵にはこれだよっていう方が出る前に使っちゃってただけなのかな、私が。はいはい、なんかください。はい、武士できれば。あー、まだ拾ってない。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。ちょっと、かがり火台の火を灯し、話してる。カネタヌキの勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。しぶしぶな、ユナがまだ喋ってた途中だったよ。ねえ、なんかアイテムくださいよ。かがり火台へ向かえと。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。
当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。え、かがり火台どこ？あ、あっちだ。あのマークがわからな。よいしょ。あ、よかった。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。うん、そうだね。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。いや、しむしむちょっとユナに冷たくない？ねえ、言っとくけど、こっちとらユナと一緒にいた時間の方が長いんだからね。どっちかというとユナ派なんだからね。多分のもうこのみんなそう思ってるよね。みんな今のとこユナ派だよね。はい、我らの意を示してくれる。はい、ではこれだね。はい、見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。うん。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんだ。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。はい。様、牢に捕虜がおりました。ほう。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。はい、とあっちだ。はい、じゃあちょっと行こうか。乗らなくてもいいかな。うん、新顔だぞ。坂井様、おかげで命拾いいたしました。乗りよ。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず上言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、あ、そして人が焼ける匂いが。その後やつらはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後、たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。
はい。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路、どうであった？伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も、うん、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。うん。門から出ろ。現時点では全く方向がわからないけど、こっちかな。馬を呼べないんだよね。うん。なんか町の探索とかしてないけど、ここ？ここ？かな？あなたがいなければ死んでいました。こちらへ来てください。あ、違ったよ。ここじゃなかった。どこよ。ここだ。あ、ちょっとちょっと。いい日和です。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。ノリオ、ノリオめっちゃ成熟してるね、精神が。なんか、はい、噂が広まる。対馬の英雄。はい。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て堺様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。はい、ではあれだね、ここから新しい地で、まあそのフリー好きに歩き回ってメインクエストを進めていく。あー、出たね。はい、感じだね。はい、では、まあ、メインクエストもやりつつ探索もしつつって感じでね、やっていきましょうか。はい、ではメインクエストやってきます。今、ここだね。ここのメインクエスト、槍川の壁。うん、この槍川の民を仲間にしたいと。ただ、うん、数年前にね、しむしむがさ、おじうえが槍川ちょっとやっちゃったと。あの試練一戦クエストでもさ、戦った人槍川の恨み持ってたよね。その槍川の、もう一回この志村と酒井にやられちゃってるこの槍川の人たちを仲間にしたいと、でユナが解き伏せられると。うん、なので、ここにね来ました。ユナに会えと。あ、いた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 。ジン、待ってたよ。うん、はい。なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。おじうえの宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが。なるほど。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。うん、槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。はい、槍川の壁。おお、馬に乗ってる。鷹の馬は、また戻ってくるとはね。また、どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。いい馬持ってる。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。いや、なんかさ、ユナも鷹もさ、なんかあの割とレアな馬持ってない。もしや。あ、え、お、町へ向かってる。ここは待て。
待って。行く。行く。家だね。こっちだ。え。いや、ユナの馬もなんかかっちょいいんだよな、顔の模様がさ。来るんじゃなかった。今さら何さ。君。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。俺らの町、敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ？壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。だが、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか？手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、初めは薄い。やめろと、やめろって言われた。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ、あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。うん、陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。え、タカはいいよ。槍川なんかで命をかけることになるとはね。そう、タカはいいよ。出てきたのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。タカは来なくていい。タカ、ね、待って待って、タカ、タカは、かったあんたにはわかんないよ。タカは来なくていいよ。槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。タカは来なくていいよ。そして待って待って、とりあえずどう行く。とりあえずまっすぐ道まで行って、もうどこだったか忘れちゃった白い木。まあまあなんとかなるだろう。これ何、敵？あ、これ敵か。わかりづらいんじゃん。こっち向いてるけどな、思いっきし。とりあえず戦わなく、いやー、馬乗ってこっち来そう、馬乗ってこっち来そう。あの人、せめてススキ生えててくれたらいいのにさ。え、止まる、そこで。いやー、そこの人やってもあっちの人こっち向いてるしな。え、そこで止まるの。これさ、爆竹でも見つからなかったらいいんだもんね。わわわわわ、ほらな、ほらな、こういうことになる。爆竹持ってたかな。2個だけか。みんなあっちに移動してくれさせる。まあいいかも。あ、でややっちゃダメじゃん、ダメじゃん。とりあえずこん中入る。誰もいないっしょ。ふう、あ、見えそう。本当にやるんですね。走れるな。走るの？ちょ待って、分かった。もう爆竹しかない。爆竹で、お、なんか、あ、はい、隠れて隠れて。行くぞ、来い。やばいやばい、黄色になってる黄色になってる黄色になってる。赤になった。来い。さ、何？元の場所に戻れ？え？元の場所に戻れ？え、見つかっちゃダメなんだ。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。あそこでしょ、あそこの白い木を。いい町だったな。
小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわかんや。やりかはひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなのさ。あんたのせいじゃない。川まで行けって言ってたよ。だからさ、もうこうまっすぐ行って向こうの川まで行こうと思ってたけど、あれだよね、あそこのテントより向こうに行ったら多分ダメなんだよ。元の場所に戻れって言われたもん。で、多分ここにこういう物資があるからこっちから行けよってことなんだろうね。やるんですね。走れるな。絶対違うと思うんだけどな。だってここ通っちゃダメなんでしょ、敵陣かといってな。いや、やったらダメだと思うんだけど。でも邪魔だよね、この人。邪魔です。どうだ、仲間来る？あの馬の微動だにしなささよ。え、ここやっちゃダメなんでしょ。ええ、ここ行けと。え、マジで、ここやめろって言われ、ここやめろって言われたよ私ね。えでも綺麗な感じでみんな後ろ向いてくれててる、くれててる。え、ここ行くなって言わなかった？まあ、戦うなってだけか。見つかったよね。で、見つかった。走れない。川までついていくんだ。やばいやばいやばい。こっち来い、こっち来い。こっちだ。あれあれ見つかった？どっち？ちょっとしゃがんだこ。見つかってはない？これでどこ行くんだ今度。どこを抜けるんだろう。なんか隙間ある壁に。ないよね。本当に分かんない。どう行けと。とりあえず川まで行けばいいわけだから。大丈夫か。ダメじゃん。しゃがんで。これもう片方は、自動のないか。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。で次どこ行くの。あっちだよね、白い白い木だから。パッと見は大丈夫でしょう。はいはいはい。あれ大丈夫？へえ。じゃあ入りますか。おお。まだあるよ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話すよ。そうしてもらおう。うん。よいしょ。おお、入った。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。クロードの槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。恨まれてそう。神じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。戦いかな。何でしょうか。何やら騒がしい。とりあえず一回セーブしとく。はい、オッケー。あ、もう装備とか。あ、もうさ、どうだろう。頭もいる。町を落としに来たの。この装備でじゃない方がよ
良い気がするけど、いいか。モーホは何が望みだ。アンバルメン、槍川の民よ、我が名はテモゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ、長くは待たんぞ。去ったら行くぞ、はい、槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら、うん、町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくは遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。ああタカ、うん、安全なところでね。酒井殿。ああ、氏政殿か。わかるんだ酒井って。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。もうこの狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。あ、根が深いぞこれは。無念ではあるが。高を探そう。本田のおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。高は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。はい。あれあれ、タカ、あ、あれ鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。はい。さ、なんだ、てっきりあのなんだっけ、ムカデ隊長みたいな名前の人とやるのかと思ってた。はい。お、気力が上がった。次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。宇治政も考えを変えるさ。はい、じゃあそのなんか弓の名手たちを探しに行く感じだね。口ばっかり。はい、来たぞ。ユーナ、タカも呼んだのか。この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。はい。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。タカはダメだよ。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。はい。槍川の臆病者。うん、
さあ、じゃあ探そうか。もうちょっと。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。いや、タカ…なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするか。何その…コオロギに感謝しな。何その闇深いそのユナ家の設定。ちょっとポロッと言わないでよ。はい、じゃあちょっと足跡を追って、よいしょ。ん、はい、こっちだね。うん、足跡。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって自慢してた。ちょっと待って、そうそう、待って、あ、待って待って、もう今さ、待ってって言おうと、クマがいるじゃんって思った。タカのバカ。あー、もう、あ、ねえねえ、あの子、あのクマちゃんさ、出れなくなったんじゃないのね。これこれ出れなく、あ、出れた出れた、よかった。もうよいしょ。死ぬとこだったんだよ。中を調べる。全くだよ。調べてこう。ござがある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。ただ怪我してるっぽくない、なんか。クマが兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。君とりはここにいた。で、タカ、こっちに来て。わあ、これなんか使うんかな。ここで戦ったりしないよね。なんでこれがあるんだと思う。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。え、近くにおるぞ。戦うのかな。でも私これが気になってしょうがない。あ、え、あ、調べる。もうこの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。はい、足跡だ。じゃあまた辿っていく感じかな。こっちか。いました。あそこの丘を登ってるね。どこ、え、どこ。身を低くして声を潜めろ。え、待って、どこ、どこの丘登ってんの。あ、いたいたいた。はいはい、2人しかいないけどな。よいしょ。声かけていいの。ああ、戦うのかな。もし。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの。会えなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。し、まず野営を見てみよう。酒井ならいいの。はい、捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。おっと、槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。罠。すぐに向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの作詞ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。楽しそう。
モーコはこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って、もう俺も戦う。やめなさい、カナタは。ねえ、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃあ、あんたが守ってやってね。え、それ条件付き、もしかして。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ待って。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。誰しも怖いよ。まだ分からんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安も分かる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。これさ、もう私の人、私のあれじゃないの？来たな。ほら、もう私が。近づいたら樽を射る。やっぱり。動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変える。樽って まずここでしょ？やってみます。ここ。で、あっちとか。今ですか？まだだ。いつ？待って、私もわかんない。いつ？とりあえずこれかな、やるなら。もう十分近いですよね。あ、じゃあやるよ。はい。あーあー、うん、こっちにする。普通も逃がすな。普通の矢でもいけるかな。はい。ん？ん？侍だな。うわあれ？あ、これ味方か。ごめんなさい、ごめんなさい。味方？ちょ、マジでわかんない。あとは、でも蜂とか遠くない？ん？だってあっちの樽とか違うよね、絶対。遠いもん。ほら、ん？あっちにもあっちにも。うわ、あ、はいはい、この蜂を。やばい、撃たれる私が。あ、蜂はあれも撃ってるのかな。そしてタカどこ行った？タカ。あ、これ仲間だよね。ちょ、待って待って、タカどこ行った。タカ、あ、待って、モンゴ兵倒せって出てるから、もう私普通に行きます、普通に行きます。あ、待って、隊長みたいな人出てきた。あ、待って、見えな、見えな。おっとっと、じゃあもう手使おう。はい、はい、オッケー。で、あ、あ、もう一人しか、待って、いつの間にか一人しかいないよ。あ、もう終わってた。ナイス、みんなナイス。あ、待って、私ちょっと、あのちょっと待ってて、みんな、私集めるんで、物資的なやつ。物資、物資、物資ください。さあ、大量じゃ大量じゃ。あれ、なんかいなくない？あれ、なんか少なくない？あんなにいっぱいいたのに。あんなにいっぱいいたのに。ち、しけてやがんな。はい。よくやった、大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。おお。噂通りだな。稀に見る豪のものじゃないか。あんまり活躍してなかったけどね。おろおろ。悪いけど、ジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカどこ？タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ。心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トワにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いをなんとかするんだろう。
町で会おう。あ、もう帰ってきてた。はい。なんか今正しいお参りのやり方やってたね。二泊一礼。違うや、なんだっけ。そうそう、なんかね、もう忘れちゃったけど、なんか何回か礼して叩いてまた礼してっていう、なんかもう初詣の時ぐらいしかやらないから毎回忘れちゃうよね。うん、なんだい。はい。新山の調子はどうだ。みな士気が上がっとる。クロードが味方だからな。あそこに話しかけてくれみたいな人がいるからちょっと話しかけるね。ああ、いたいたいた。はい。酒井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれんな。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らがテムゲを殴ったからな。復讐に燃えておろう。テム、攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。はい。ああ、そうだ。宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。あの宇治政氏はさ、宇治政氏はさ、もうオッケーにしてくれたのかな。なんか嫌な態度取られたまんまなんですけど、共に頑張ろうみたいなしないと、なんかもう嫌な態度取られたまんま。ねえねえ、でどこだ。とりあえず宇治のとこ行く。はい。あ、宇治だ。町の守りは進んでおるようです。お主の働き大国から聞いた。礼を言う。おじぎみへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今、あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。なんかもうスルッとなんかありがとうねみたいな感じだって。ユナどこにいるの？ユナこん中にはいないでしょ。だってここうじのなんか良さそうなとこにユナ入ってるわけないもんね。上にいない。なんでユナなんでそんな大層なとこにいるの。嘘でしょ。普通そんな入れるもの。ああ待って、物資みたいなのがある。はい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 。ユナ？ここそんな入れるところなんだね。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。今のひょうたんのアップ何？ああそういうことか。信じるやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね。
わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。さあ戦うのかな。逃げたりしないよ。じゃあ待って待って、あのどうしてもね、その差が的にセーブしたいから。はい、オッケー、お待たせ。あ、装備、モコが行くぞ。装備、うん、待てもんです。このままでは絶対この装備向いてないよな。もういいか。やあやあ、皆の衆、苦しゅうないぞ。クロードじゃ、我クロードじゃ。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ、急げ。はい、敵だ。さあ、門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。はい。わあ、ちょっと待って、いきなりそんなことある。やりかを守れ。はい、じゃあやろっか。わあ、まあ、邪魔邪魔。あ、敵だった。もうさ、わ、ちょ、私やばい。敵とさ、味方のちょっと区別がつかないかもしれない。ちょ待って待って、よいしょ。あ、続々来るね。はい、よいしょ。お、待って、誰が敵、誰が敵。マジで。よいしょ。あ、こっち敵か。はい、もう かわいそうだよ、こんなに。みんなちょっと頑張ってて、私ちょっと物資集め。来ない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 。やり川の選手をここを守り抜け。ユナ、続け。うん、ちょ待ってね、物資があるから。うわー、あっち。やばい、もう使っちゃった。あ、まだ1個あるね。じゃあここら辺にピョーイと押し戻せ。決して遠くない。あ、あんまり当たらなかった。おお、来ない来ない来ない。ゲッチ。あ、まだいるんだ。よいしょ。おお、来てた来てた。あ、違うな。こっちに行くか。ほい。あ、鉄ハウ鉄ハウ、待って、わ、いたー。やめなさい。はい、待って、私物資を集めたいのに持てない。物資、よいしょ。いやいや。おお、よいしょ。
うん、待って、誰が敵だ。あ、結構まだいるね。うわー、敵だった。おー、じゃあ、はい、よいしょ。あ、一人だけか。よいしょ。あとは、お、まだ結構いる。よいしょ。はい、鉄ハウ、鉄ハウ。まだ敵いる。待って待って、持てない持てない。で、次どこ行くんだ。あれ、まだいた。とどめ刺す。あれ、とどめ刺す。とどめ、とどめ、あっ、とどめ刺せないんだけど。え、待って、とどめ、え、とどめ、あ、待って、とどめが刺せない。嘘でしょ。待って、とどめ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 刺した。気力回復。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは、魂胆は何だ。釣り出すつもり。あ、なんか、いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。待って、あ、入れなくなったんじゃないの。ちょっと、さっきの、ま、敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。もう、ちょ、私さっきのさ、さっきの、めっちゃいるよね。ねえ、どこが投石機、どれが投石機だ。もっと奥。いやいやいや、いや、これは無視していいのかな。ちょ、わかんない。で、どこだ、あの上か、あそこか。これは背を向けてるのかな。あー、いっぱい来た。よし、じゃあこれはすり抜けよう。私の目的は投石機だからね。で、どこから上がるんだ。え、これ上がれるかな。弓で撃たれたら終わりな気がする。はいはいはい。あ、やばいやばい、弓で撃たれてる。危ない危ない。待って、いっぱい来たよ。はい。あー、一人だけだったか。爆発に巻き込まれて欲しかったな。よいしょ。よいしょ。はい。まだいっぱいいるな。近くに、あ、ダメか、争いがあるからダメなんだ。待って。よいしょ。さあ、みんなここに集まって。あー、二人だけがいいだよ。よいしょよいしょ。やばいぞ。あ、待って、腰抜かしてる。はい。ふう、じゃあ、いろいろとちょっと待ってね。ミャリカーのみんな、ちょっと、ああ、いや、物資とか取ったり、とどめ、あ、とどめとどめ、はい、とどめを刺したり。ちょっと待ってね、物資を、持てない。区内とかもっといっぱいください。鳥持ちとか。
もうなんか持てるものちょうだいよ。いやー、はい、なんとここだね。はい、破壊。壁が抜かれた。ああ、まだ手立ては残っておる。うん、町に戻るにも難儀しそうだ。もうなんか逃げるのがいいみたいなことも言ってたからね。これ私の方来てる？私の方来てんじゃないの？じゃあ町にどうやって戻るんだこれ。はい、じゃあ町に戻ろうか。よいしょ。とりあえず川に降りて、町はあっちか。じゃああのさ、あの滝の裏の抜け道使う？サラダバー。よーい。はい、潜って。じゃあここから戻りましょう。はい。あれ？あ？あれ？ここじゃなかったっけ？あれ？ちょっと待って、なんで？使えない？もしや使えない？嘘でしょ？え？なんで？なんでよ？なんでよ？なんで私は表のとこからしか帰れないのよ？そんなことある？え、これ登れないんじゃないの？こう力。まさかの登れなさげ。こっちか。じゃあもう、よいしょ。はい、サラダバーで、どうするんだろう。町には戻ったぞ。館へ向かえ。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。あれ、闇討ちしたと思った今。どこに手向けが。あー、はい、いや、天麦。わあ、こっち向いてた。あ、違う、私じゃない。私がバレたのかと思った。天麦を闇討ちするのは無理そうだね。いや、どっち向いてんだ。はい。待って、連投できない。連投できなかった。待って待って、カカカカカカって待って、今カカカカカカってなってたよ。よいしょ。え、あ、これ全員やっつけないとダメ。どうしたらいいんだろう。ん、ああ、町の人が、あ、ちょ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 、うん、ちょっとわかんない。倒していいのかな。お前、何回も火をつけてくれたな。まったく、うわお。はい、で、なんかくれよ。あ、とどめ、はい、あれ、とどめ、はい、気力ゲッチュ。アイテムを補充しつつ、なんかもっとくれよ。で、あ、こんなか。大丈夫。はい、じゃあ行きます。あー、あれ、あれやるの。かかってこい。よし、来い、ムカデ。現れたか。
己の首で恩賞をいただく。ムカデみたいな名前しやがって。あ、そのか、なんか盾かっちょいい。盾だから刀にも坂井家の紋章入ってた。我が名は坂井。あ、これでいいか。はい。荒らす異敵に天誅を与える者。あ、インチャントした。マジで。わあ、全部ダメじゃん。避けなきゃ。エンチャントした。あ、連続か。基本一振りじゃなくて連続なんだね。あ、あ。エンチャント、あ、すぐエンチャントするじゃん。2回。あ、ダメか。私が焼けちゃうよ。よっよっ、ここここここ、避け強いな。黙れ手向け。俺が得るのは六文銭だ。知れごと、はい、調子に乗るなよ。あ、エンチャントする。はい、2回。ここ避ける。あ、ダメだな。はい、2回かな。1、2。あー、やばい、ついちゃった。あーって死んじゃう。ちょっと待って、やばい、強いじゃん。あ、あ、あ、当たる。待って、死んじゃう。はいはいはい、よっ、ここダメか。避ける、避ける、ここ。避ける、避ける、ここ、ここ、避ける。あ、ダメだね。ちょっと待ってよ。避ける、避ける、ここ、ここ、避けて。あーやばい。楽しいけどやばいやばい。三角、三角、避けるな。三、あテムテム強いよ。我が名は坂井。はい、じゃあ次さ、試練で潰してこ、ここいけるんじゃない。ダメか。はい、試練で潰して入れていく。避ける。うーん、これが得るのは六文銭だ。知れごと、調子に乗るなよ。はいはい、ここ試練。はいはいはい、すぐに対馬を去れば情けをかけてやり、やりかを焼けつか。はいはいはい、入れる、避けるでしょ。テムゲが避ける、避ける。あー、なぜ2段。はい、うーん、いいね、楽しい。はい、はい、気力をちょっともらいつつ、うん、もう分かった。これ避ける、避ける、入れる、避けるのよ。テムゲが、あれ避けないな。はい、避けて。あ、死んじゃう、死んじゃう。はい、危ない。やばい、試練撃てるあれがなくなった。はい、よいしょ。ふう、糸切り。コスト、巻いた軍配。コスト、スタンメカンカラス。殺さないとかも、あ、できないね、できないや。いきます。はい、は、体調を斬首するとクロードの型を使える。うーん、また 3、 もういっぱいあって忘れちゃいそう。3ね。はい、こうかで。あ、なん、よく見ておけ。聞け、力ならここは墓場だ。おお、やりかわの収容、一人として猛虎を生きて返すな。あ、これ味方、これ味方か。やりかわを守れ。へえ、さっきの何だったんだろう。あ、みんな頑張って。私はちょっと後ろから物資を集めながら行くから。叫ぶよ、うん、え、クロードの方も終わったのかな、分からなかった。待て、物資待て。あ、おい、敵かい。敵かい。紛らわしんじゃ、ん、
ダメージを受けずに幾人もの敵を倒せば、あ、また？なるほど。はい。それはさ、結局クロードの方がいまいちよく分かってない。はい、とどめ。あ、鉄刃持てない。え、これは敵か。武士ください。なんかん、じゃあさ、あの傷を負わずに敵を倒しても使えるって言ってたけどさ、例えばその鉄刃みたいなので大量にやった時とかももらえるのかな。あれ腰抜けてっちゃってる。あ、出て、え、町は守った、はあ、次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。ちょっとなんか感動的な演出だったね。なんか物資あさりとかに夢中になってごめんという気持ち。お前の友が我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。クロードの方に移るには、まあ、さっきもあったけど体調を斬首するかダメージを受けずに十分な敵。例えばさ、爆弾みたいなので大量にね敵をやってもその数にカウントされるのかな。どうなんだろうね、うん、でクロードの方ってこれで槍川も加わる、はい、おじ上の城を取り戻すにはまだ足りない。うん、でクロードの方って結局さ何だったんだろう。あのクロードの方になるとみんなが腰を抜かして逃げ腰になっていくっていうのが効果かな。特に動き的には変わってなかったもんね。で待って、黄色い鳥がいた。はい、じゃあ一応このヤリカーの仲間にするクエストは完了と。だと残りだね。うーん、はい、ここのうん本土に救援を、鎌倉に増援を請う下踏みを送らねばと。あれ、これだね故郷に帰って、はい、陣の故郷、うん、
故郷に帰って父上の鎧を取ってくるかと。うん、この2つの方のメインクエストもね、じゃあやっていこっか。